そのままアーカイブまで来てたから、俺リフト右で直そうと思ったら、うん、ゲンさんがもう下で直してくれてたから、ゲンさんめっちゃ白いと思ってんのね。うん、で、おう、おう、最適か。はいはーい。けっけけっけけ、けっけけっけけ。おお、めっちゃ怒ってるで今絶対に。フォータスはできないから。はい、エンジン湧いた人ってもう一人いい。あ、僕です。おまみさんエンジンに湧いててメインに行ってます。初動。あ、あら。それはないと思いますよ。あら本当？気のせいかじゃ、うん。その慎太郎がメイン湧きしてミーティングまで一直線なんですけど、誰ともすれ違ってないです。あ、じゃあ宿舎かな。いや、ハイブリさんと僕がいて、その後慎太郎さんが来たけど、おまおじさんは見ていない。僕最速脇での階段上がってなので、下は分かんない。金庫に行ってたら分かんないけど、ミーティングの階段は上がってきてない。金庫ハイブリだけで、今宿舎まで来てるけどない、うん、だからもし慎太郎くんが言うみたいに上に上がって、でも慎太郎くんがボタン押してるよね、うん、はい、うん、じゃあやっぱり慎太郎くんが多分下、僕が上。まずそのエンジン脇っていうのは絶対なんですか、おまわしさんが。絶対絶対、うん、見た覚えはある、まあ、ね、で俺もメインに行ったと思ってるよ。そうで、なんなら左が初動配線で伊豆高田トータス3人がエンジン配線やってるんですよね、うん、そっちの方に来てないと思ってるんで、うんうんうん、あ、絶対それは来てない。そうそう、左は来てないと思う。てか僕も左行ってて、アルタカモモがエンジン最速脇で最速左に行ってます。そうね。ってことは、ゲン魚も弾けて、アルマが最後俺とキッチンで交差してるあたりだから、はい、うん、僕は展望に手量直しに行ったんですけど、爆速で直ったんで U ターンしたら魚さんと合流したって感じです。なんか手で直した人はどなた？内宮が貨物で爆速で直しました。でもさ、慎太郎ってボタン押してる人物でキルほぼできないと思うんだけど、ミーティングの奥とか、あ、慎太郎が疑ってるんじゃなくて、視認的に合わなかっただけで。例えば伊豆さんと慎太郎さんの見たタイミングは一緒なんですか、違うんですか。どうなんだろう、多分そこじゃないですか。僕は湧いて速攻で左に行くときに、おまおじさんが右に行くように見えたのでメインに行ったと思い込んでました、うん、僕はメイン分けで速攻エンジンルームの方に行って、誰ともすれ違ってないです。ハイブリもエンジンで湧いて、ちょっとおまおじが右に行ったというような感覚があったまま金庫に直行です。なんかまあ変な動きはしてたんだろうなってのはなんとなくわかるんですけど、富士宮ってほぼキルできない位置でいい貨物いるんだったら、まあ、初攻撃右だとしても無理ですね、うん、展望は僕が塞いでるから、うん、展望で直してることもないから大丈夫です、うん、なんか伊豆ハイブリ慎太郎の誰かっぽそう、うん、結構伊豆神って食い違いレベルかなと思ったけど、うん、まあ、最初の段階はそうかなとは思ったね、うん。これ俺の方がやばいな。俺の方がやばいわ。はい。はい。ナイス。ナイボー。うん。無理。ケイさんはどこ脇なんでしたっけ？僕宿舎脇で一人だったと思います。でミーティングに階段上がって停電になったっていうような感じです。ちょうど最後計算がミーティングにいるのは僕も確認してます。なんでそれのおまおじさんたちの間にハイプリさん、慎太郎さん、伊豆さんが左に行ったみたいな感じになります。なんでその3人が僕の中では容疑者です。伊豆、ハイプリ、慎太郎、うんうん、でも伊豆さんってエンジンで他の人見られてんじゃないの、岡田がその後浮いてる。最後まで見てないから、うん、エンジン配線やった後ボタンに行こうとしてミーティングのはしごを登って、慎太郎さんが下でボタンを押してるのを机の左端から見て終了。うん。うん、まあ停電直ってちょっと時間経ってたから別に。うん。だから僕目線は、トータスは最後、コミュニケーションからエンジン入ったとこですかね。高田さんとコックピットまで一緒で。あ、そう、トータス高田はできない。うん、コックピットまで一緒。エンジンはだいぶ絞れるんじゃないのこれ。あ、まあトータスが最後、本当直近最後、エンジン左まで来てたらギリっていう感じです。ギリって感じだね。どうぞ。高田さんは絶対無理です。まあ僕目線自然なんですけど、伊豆さん、マット、ハイブリさん、インポスターとかかなと。ああ、うん、慎太郎くん目線はそうだよね。
なんかそんな感じがする。うん、慎太郎君と食い違ってるように聞こえるけど、俺も伊豆さんと一緒で見間違いじゃないのぐらいの感覚ではあるんやけど、まあ、もしくはおまおじさんが右に行ってそこで戻ったって可能性もあるっちゃあるから、ええ、うん、おまおじさんの死因って伊豆さん以外から一切出ない感じですか？あ、伊豆さん、ハイブリさん2人が情報一緒、ええ、俺の方がエンジン先ばきなんで、おまおじの方が多分遅かったと思う。最後左に何人かいてんのが見えてて、左に行った人は全員覚えられないかったんやけど、俺が最初で上に上がってる。伊豆さん、ハイブリさんが強人とインポスターっていう組み合わせだったら、伊豆さんの方が確か情報先出してたと思うんですよ。うん、おまおじさんが右に行ってっていう風で、うん、その後ハイブリさんが合わせたって感じだから、うん、基本的には伊豆さんがインポスター、ハイブリさんがマットって予想かな。その2人が人外同士なら、うん、なるほどね。まあ、僕から一つ言えることは、僕がボタンを押してるのは確率なので、僕が切るとしたら宿舎前エンジンルームです。そうなんだよな、ハイブリさんが宿舎前に行ったら慎太郎さん切る無理っす。俺もそのルート通ったんだよ。そのルート僕は通ってるんで、レポート光ってないんですよ。メインなので慎太郎さん僕弾けます。慎太郎君が下側にいるのは僕は見てるし、面と無理じゃないかな、時間的に。まあまあ停電ってすぐ治りましたよね。マジですぐ治ってます、うんうん、すぐ治ですよね、ですよね。はい、切るか。ですね。12秒前にバイタルを見たときに既に死んでいて、死体を探し回ってシャワーの奥で死体を発見で、シャワーの奥に入る前にシャワーから伊豆さんが出てきてます。あら、うん、それは認めるけど、俺今のターン貨物、アーカイブに入ってアーカイブラウンジ貨物で給油タスクをやって、そのままラウンジアーカイブシャワーメインエンジンの方向に行こうとして、今エンジンに入ったぐらいかな、うん、っていう時系列です。関係ないけど、魚さんの動きが変だった。いや、それはお互い様だと思う。あ、そうなんだ。あとは、あとは、開けずに、宿舎前通路右に行ったから、あ、これはまずいやつだと思って、うん、エンジンルーム、メインホールの扉が閉まっている状態で、メインホールの扉を開けて、中に入ってっていう感じ。まあ、とりあえず、多分犯行には関係ないと思うんですけど、ドア開けてくれるの待ってたら、開けなかったって感じです。どっちだったら、伊豆さんの話とアルマ君の話をもっと聞きたいかな。はい、うん、どうぞ。あの、僕はもうこれ以上出せる情報はないです、うん、まあ、ほぼほぼ伊豆さんかなって感じ。そう、自身も同じ行動経路をたどっていて、アーカイブでトータスさんとすれ違ったのがあるので、うん、そこを通ってる人間であればトータスさんがちょっと怪しいと思っている。あとは弁当位置入れそうなところを今洗ってほしいかなと思ってます。あ、トータスさんはねほぼ無理だと思いますよ、ね、うん、俺アルマ君とは追ってるもん。そう、死んだ瞬間は見てないですけど、僕が見た段階ですでに死んでて、停電明けに見て、それが12秒前に死んでいて、その時一緒にバイタルトータスさんいたんで、うん、ああ、なるほど。そっから歩いてトータスさんがアーカイブで僕とすれ違った事件。いや違う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 、あとその後にアーカイブですれ違った後に、行ってる。俺伊豆さんから逃げたんよ、嫌やったから。それでトータさんを弾けるんですか？うん、だって僕が見た時には、すでに死んでいたけど、うん、停電明けだったんで、キルクロ明けくらいかなってタイミングで見たんで、その段階ですでにバイタルで一緒にいたんで、トータさんはほぼ無理だと。うん、あとはまあ弁当位置洗ってもらうぐらいかなと思ってます。僕はシンプルにそこを通っていって、アルマさんとシャワーのところですれ違って、最終的にメインエンジンで、そこで誰とも会ってないので。ただ、その12秒前にすでに死んでいて、死体を探し回って、シャワー入って発見ってタイミングでシャワーから伊豆さんが出てきてるから、まあ、強靭もあるかなとは思います。うん、まあ、どちらかというと伊豆さんはそっちの方が高いかなぐらいに思いました。うん、だいぶ死体位置に近い位置にずっといるなっていう印象があります。うんうんうん、とりあえず全員の位置ちゃんと洗った方がいいと思ってるんですけど、宿舎昇降機に魚羊飼い系ですか？時間ないので僕入れちゃった。富士宮慎太郎展望で無理。うん、まあ、とりあえず位置洗ってもらって、さっき言ったように弁当洗ってほしいのと、まあ、アルマさんとオタさんが白取れるのであれば、それ以外のところのラインとかを追ってほしいです。うん、おい、ナイス、おい、おい、おい。じゃあ一応他の位置も洗っときますか。伊豆さんが来るの時ってどうなるんですか？ちょっとそこの当事者同士で、まあだから弁当じゃない？
洗うのはいいと思いますよ。その伊豆さんが狂人だった場合ってキルしてる人間が他にいるから、うんうんうん、まあ翡翠海系魚が、まあ、宿舎前の扉の前あたりで見合ってました、ね、そのまま見合ってるから、で俺がその後エンジンルームメインホールに行ってるので、時系列的には俺のキルと翡翠海系のキルはちょっと厳しいと思う。12秒前だったら、うん、はい、現時点では藤宮さんと慎太郎さんとエンジンで湧いて、藤神お二人は武器っ子の方に行かれて、私コックピットでタックしてます。で藤神のお二人を見ない状態でエンジン、メイン、エレキと言ってるので、はいはい、藤神のお二人はおそらくマップ左下にずっといたことになるので大丈夫そう。で一応源さんはエレキかメインくらいですれ違いましたね。はい、私降りた時にアルマさん、はい、最後にトータスさんっていう順で見てますね。はい、死体探してる。一応シャワーの近くっちゃ近くなので、私も容疑地に入って全然大丈夫じゃ大丈夫、うん。ハイブリがね、初手アロマ君と一緒にメインに入って、はいはい、メインで除染タスクを終えた後エレキセキュリティです。不自身って3人目の死人ってあります？お互いないけど、あのターン展望デッキで僕が定例直してます。うんうんうん、あ、助言さんに、まあ、左側にいるように見られてるぐらいかな、うん、ですね。まあ、伊豆さんが強靭で死体するしてた場合はゲンブリのどっちかかなとは。ゲンさんって不自身両方とも見てます？不自身は序盤に左武器庫に下っているのが見えてます。あ、オッケーです。うん、割と初日考えるなら、うん、感じやったらね、ハイブリさん、あ、初手で言うんだったらそれような分かるけど、うん、あの、アルマ、中野アルマってさ、はいはい、あのメインホールとシャワー室の扉って閉まってたか開いてるか確認できてる？僕が通った時は開いてましたけど、そこから伊豆さんが出てきてるから伊豆さんが開けたかどうかは分かんないです。あと一応言っとくと、俺がもしそれを言うんであればなんだけど、慎太郎くんの、容疑をまず初手切りの時に俺は否定してるからね。時間内に確認しておきたいんですけど、伊豆さんと中野アルマくん目線って、中野アルマくんの現行犯は多分トータスさんと合わせるとできないってことですよね。あれ、うん、トータスさんってバイタル見てないから見てない。あの、その後見たアルマくんが出ていた後、エレキの右上だけあって、その後見たらもう死ぬ。それ除外できるなら新富士で繋がってる時は怖いのでスキップします。8人2人外想定でスキップします。まあ、2インポスターは全然あるか、ね、その場合あの藤宮くんが実行犯のこと初手キルで、そう、慎太郎藤宮でっていう形、そこを伸ばしたいですのでスキップです。うん、まあ、うん、ナイスナイスナイス、うん、藤神出たじゃん。怖かった、藤神がなくなった。あ、じゃあハイブリさん釣っていいんじゃないですか。うん、6秒くらい前にバイトミタスに死んでました。2キル、あ、そっか。でもこれボタン6秒前に見たら2人死んでたんやったら、まあラス1は原産よりか。え、ちゃんじゃない？ちょっと待って、あ、じゃあ今回はハイブリさん釣りした。え、トタさんでどうやってきた？ベント釣ってる。あ、ごめんなさい、リフト乗っていったんを魚さんに見てもらってる。ちなみに1回目の停電現爆速で直してるんで。あ、はいはいはい、あの宿舎の前のところダウンロードしてたんですけど、長いとこずっとしまったままなんで、あ、はい、死体レポートかと思った。まあ、ハイブリさんつって、ね、ごめんごめん、俺は分かるんやけど、それの場合の対抗位置をやりたいから絶対白っていうのを出してほしい、はいはい、俺アルマ君とか疑ってないから。魚さんはどうだろうな。魚さんが絶対白よりかな。アルマ君が2人死んでたんがその5、6秒前っていうのやったら俺一緒に行動してるから。俺ちょっとゲンさんをかばいたくって、はい、ゲンさんって、多分停電今回直してくれてる人なのね。停電になった瞬間に俺アーカイブにいたのよ。トータスと、アルマ君とラウンジですれ違い、うん、そのままアーカイブまで来てたから、俺リフト右で直そうと思ったら、うん、ゲンさんがもう下で直してくれたから、ゲンさんめっちゃ白いと思ってるのね。うん、でゲンさん、うん、あ、すいません、どうぞ。で、ケイ君とかが俺ゲンって言うんやったら、ちょっとケイ君がどういうあれで言ってるのかが分かんない。俺が容疑者に入ったら分かるけど。あ、僕はゲンさんのこと言ってない。ゲンさんの話したの多分他の人だと思う。うん、僕はファイブリさんって言った。6秒前に死んだんじゃなくて、死んでたです。ああ、うん。でも、アルマ君と別れてから俺、魚さんと離れてないわ。あ、そうです。その前もね、うん、魚さんは見てるんで、魚さんほぼ、で、アルサカモモが貨物の上で一緒にいて。あとごめん、マットケニンがいるから、直してる人誰？ゲンさんは違う。で、アルマ君は直してたっけ？僕はなんか直しま…多分何も直してないと思います、このゲーム。魚は？直してないよ。ちょっと
怖いな。伊豆さんが俺ほぼほぼインポスターと思ってるから、マットがいた時の懸念だけしといてほしいかなぐらい、うん、ちなみに藤宮さんは右です。なので私は藤宮さんを切ったのがハイブリさんで、もう一方がまあ真ん中が左で、藤宮は右さんを切ってる。右右で見てないよそれは。右はトータス、アルマ、ハイブリだの3人だと思うけど、あ、魚もじゃないかも。右がちょっと抽象的だから、ちょっともうちょっと教えてもらえると。ね、アーカイブあたりで見てる気がします。あ、そうなの。アーカイブ、とりあえず私ハイブリさんは落としていいと思ってて、ハイブリさんが私かばったのは様子に取らないでいただきたいです。あ、でもまあでもね、うん、白かったんだもんな。ゲさんとボタンあるっけ。私もう押しました。なので他の方お願いします。お願いします。サブは直します。右行きます。もう始まる。あ、えぇ、ー、てめえらの負けだ、ハイブリさん。悪魔おる。簡単目やで、もうこれ。俺らの勝ちは寝なんだよ、これ。なんでそんなノリなん。調子がおかしい人がいる。怖えよ。俺もともとこういうキャラ。知らんわ。はい。ちなみに60秒経ってたと思います。私は経ってないと思ってて、僕も経ってないと思う。経ってないと思う。だから伊豆さんマットがやっぱり当たってたんじゃないかなと思います。原産キル関われるかな。多分さっきの2キルだったら詰めればいいんじゃないですか。うん。多分それ以外は1キルずつだから、まあ、結局結構ハイブリさんずっと容疑者位置だったもんで、うん。1000ハイブリキルがあるから。っていう風に思うけど、まあ、軽減のどっちかかなとは思っちゃいますよね、うん、やっぱりゲンさんが怪しいなとか。アルマさんって多分、はい、私と2キロ起きた日って最初シャワーでご一緒した記憶があるんですよ。はいはいはい、はい、見てます。で、私藤宮さんを見たのがその後だったので、まあアーカイブが多分証拠品右あたりに藤宮さん見かけたんだろうなっていう記憶です。なのででそこをいわゆる、さっきハイブリスも、ね、が通ってるんで。あ、アルマってさ、ゲンさんとさ、ラウンジあたりで会ってる？シャワーで会いました、序盤に。序盤で会って、で、俺がね、アーカイブとラウンジ間でゲンさんと会ってるんだよ、停電開けた後にね。うん、ああ、はいはい、あの、別れた後ですか、うん。そうそうそう。はい、なんか、藤宮くんの死人情報がなんか変、トタさんと会ってないんですよね、藤宮くんと。会ってない。なので、見つかりにくい位置で死んでると思います。例えば本棚の上とか、あのごっつ入れだから1陣2陣が落ちてると思うから、まあ釣りはロラで、まあ、ロラでも勝てそうですけどね、うんうん、僕ゲンさん釣れば終わるかなと思ってるから、うん、俺はゲンさんの釣りたいけどね。あの小橋、右の扉があれでしょ、った下りがめちゃくちゃ怪しいし、うん、いやそれはでも切るか変われないからいいじゃないですか。いや、魚さん開けてよって言って見てただけだから、多分そこ多分要素にとってもしょうがないと思うので。いや俺は取るから関係ない関係ない。やった。複雑量的にいかがでしょう。私あと4つですけど、まあ多分いけると思います。僕5なので釣らなかったらいけます。私も釣らなかったらの方が安全と思うんですけど、でも僕はゲンさんで終わるかなと思っちゃってる感じ。ゲンさんは私をロックする理由が分かんないな。あ、いや、魚中のアルマトータスが白で弾けるので自然とゲンさんになったら、慎太郎さんの死人ってそもそも出てないじゃないですか、ね、トータスさんだけはまあ唯一あんま分かんないけどくらいかな、まあ、トータスさん どう思います。いや俺もケイさんゲンさんの2択やから。あ、ですよね。うん、ケイさん切れるの。私もうけど、いや面白いかなって。ゲンさん、明けましておめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。私はよろしくお願いします。急に矢印もいた。ナイス。いやー、ナイスアイト。メインに走らしたのに、慎太郎が走ってた。いや、伊豆さん、ナイスパスです。ナイスパスだった。速攻かった。ありがとう。いや、くそ。マジで、まだ、本当はメインに来たんじゃないかっていう。完璧な隠蔽やったな。ジンガしかおらんかったんや、周りに。あ、すいません、高橋さん、ちょっとピング高いんで、部屋、もう一回作ってもらって。あ、オッケーオッケー。ごめんなさい。え、これ結局、おまおじさんってハイブさんキルしてるんですか？あ、僕がキルしてて、あ、ケンさんなんや。僕から見ると、僕がミーティング登った後に、おまおじさん来て、その後ろがハイブリさんだったんで、誰も見てないかなと思って切っちゃったんですよね。あ、初的る計算なんだ。初的るボックス。え、ミーティングオックス。ミーティングオックス。あ、奥か。うん、なるほどね。なんで誰も見ないかなと思ったら、慎太郎くんにバチコリ。
ほぼクルーだったらやばかったな。そうそうそう、やばいけど、まあもう入っちゃったし、うん、伊豆さんが場所を変えてくれてるし、透けてるから、あ、 ありがたいなと思いながら、もう K 君の代わりになるように死のうかなと思ったけど、なんかあまりにもこいつ詰めてきようになって思って、じゃあ、ゲンなんか、じゃあお前の大好きなゲンさんを俺の仲間にして、そこで対抗させてやるよと思って、ゲンさんめっちゃかばる。いや、おかげで明けましておめでとうって言ったんで満足っすわ。怖い。いつでも言えるでしょ。しかし、今、いつでも言えない。なんでそこにこだわる。ゲーム中にはみんな聞いてるとこで言いたかったの。あれこれ、あ、僕です、僕です。じゃあ行きますかね。はい。はい。お願いします。